東京・下北沢からお送りするポッドキャストプログラム、UKP ラジオ、UK プロジェクト代表、遠藤浩一ですポリシックスフミです。 所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり音楽の話をしたり UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです皆さんからの感想などもお待ちしていますハッシュタグ UKP ラジオつけてツイートお願いします百一回目で新しいシリーズ UK プロジェクトリリースインフォメーションを立ち上げまして UK から出た新作を紹介しているのですが Spotify ではミュージックトーク機能を使って曲も一緒に聴けるようになっています、えー、これに関してもメッセージいただき ました紹介させてください、えー、てるさん、えー、ボリューム101ミュージックトークで聞きました遠藤さんとふみちゃんの曲紹介がわかりやすく直後に曲が流れるので聞きやすかったですアーティストのコメントが聞けるのも良いですねかっこ遠藤さんのダメ出しには笑っちゃいましたが、えー、オープニングアフタートークも含めてとても楽しかったです嬉しいです、ね、はいありがとうございます、はい そうなんです、Spotify では解説の直後に曲が聴けますのでぜひぜひこちらの方もチェックしてください。ということで今回は6月と7月に出た曲をご紹介する UK プロジェクトリリーースインンフォメーションまずは6月8日にワーナーミュージックから配信になった「SPICYSOUL」の「ラウダーえーとね、梅雨時に染み入るバラードな一曲ですが。はい とといいう紹介でですすけど、うん、なんかか僕秋っっぽい感じもししたりしてですねちょわ私も、はい、なんか夏の終わりの雨の日みたいな、はい、そんななんかねなんかこうちょっとなんだろうねしっとり感がうんしっとりしてるよね梅雨のしっとり感じゃない感じがちょっと私はしましたけど、はい、でもなんかこうシみーるほんとしみいるって感じですねコーラスワークがね広がりがあってすごいいいですよね、はい、大人な感じもねしっとりしました、はい でスパイシー・ソルはもう一曲7月1日にチェイスもリリースしました、えー、これはねさ先ほどのね「ラウダー」とは打って変わってねすっごい夏っぽい曲ですねなんかね夏ですね、はい、かなり水しぶき波の水しぶきが見えそうな、うん、なんかこう日焼け止めの CM とは似合いそうなぐらい夏してないのなう,、ね、<laughs> うんうんうん,んうんあのんか CM とか虹がかかってそうな感じだね,ね、はい、青い空はい みたいないやかなり夏ですね、うん、このムービーに登場するお店ブランドとのコラボレーションも決定していて、はい、ピストバイクカルチャーをけん引するブローチャーズと、うん、スパイシーソールそしてバーバリックワークスのトリプルコラボのクラフトビールイージーライダーを発売したそうです。そうですね,ね だからもう販売終了してましたね、うん、あと7月3日波の日に、えー、彼らライブあったんですけどそこでね展示してましたねあ本当に <laughs> へえここに書いてあるんですけど「爽やかで飲み疲れしないビール」をテーマにオレンジやベリーパッションフルーツを連想させるアロマは特徴すっとける苦みが特徴の IPA って IPA って何インディアペールエールなんかビールのな,なるほど 種類私もあんま詳しくないんですけどなんかめちゃめちちゃゃ美味そそうです、ね、そうでですすねねら彼らやっぱりなんていうかな、ね、そのうん新しいサーフミュージックみたいなことを追求して、うんまあ、茅ヶ崎とかね、うん、の辺大好きなんですよね、うん、だからそこのお店とかそこで会った仲間とかを、うん、と一緒にいろんな音楽以外のことをやっていってるのがね、うん、なんかすごい面白いなといですね、はい、音楽以外の,のともコラボして。うんはい で10月26日にはメジャーからのセカンドアルバムのリリース、うん、11月はそのリリースにくっついたツアーがあるんでこれからもスパイシーソルの活動をチェックよろしくお願いします次に紹介するのはですね6月15日にダイザーレコードから出た「ザ・テレフォンズ」の「フィールバッド」と「だ。ホワチャ」だ、うんえー、前回コメントも届けてくれた時にいろいろ話しましたけど、はい、まあまあ 特にホワチャの方はねこんなふうに楽しいことやるぜみたいなミュージックビデオもねかなりなり面白いんでぜひ見てください2曲並べて聴いてもらえると楽しくなると思いますよ。ていう感じの本当に真骨頂って感じではい。 改めてこうね配信になったのでぜひぜひ本当皆さんからの感想も聞きたいですそうですねもうすぐね埼玉で三連戦、うん、それから大阪で三連戦、ねうんえー、だんだん迫ってきてますからねライブでも聞けるんですよねもちろん聞けます、はい、あの人たちあれなんかこう、うん、ワンマンの時になるべく新曲やりたい派なんでなんか、うん、うんじゃもう必ず聞けると思っていいはい必ずやりますね、はい ぜぜひぜひそちらも楽しみにしてくださいはい,はいそして6月22日にはこちらもダイザーレコードから「嘘つき」の「ペルセウスとアンドロメダ」を配信、えー、ボリューム93に出てくれた時は手作りのマイクの話で盛り上がったりもしましたけれども、はい、ねこう嘘つきが武田君のソロプロジェクトとなって2作目となる曲ですそうですねあのマイク使ってるのかな、えー 使ってんじゃない使ってんじゃないやっぱりねあのマイクって見たことないけどうんあの話に話で聞いただけだけどね嘘つき嘘つきでね得意ネタの一つの宇宙ですね宇宙ネタ得意ネタなんだはい得意パターンですね宇宙系はああこれなんかあれですねソロになって2曲目ですけれどもうんとね バンドじゃなくなって寂しさというよりもソロになって、うん、あいろんなことがあの自由にやれるようになったんだなみたいなうん、うん、なんか新鮮な驚きがあっていいですよ、うん、なんかあの<や>打ち込みも楽しいし、はい、歌も伸び伸びしてるし。伸伸びのび感がすすごいで やっぱ、私もずっと、もう、ちょっと、ちょっと、ちょっと、今、ふみちゃん、ごめ後輩のくせに、伸び伸びすんなよ、みたいな感じで、口を打ったけど、大丈夫。<laughs> そんなことないです。か <laughs> 私の前で、伸び伸びしやがって、みたいな感じだったけど。伸び伸びしまくってくださいよ。ううもう、めちゃめちゃ。 してください,いやもうでも私ずっと聴いてる時、はい、あのマイク使ったのかなってすごい気になっちゃって <laughs> にしてもやっぱ音いいなと思って音いいよね、うん、なんか歌とかもなんかすごい近い感じで聴いててすごい気持ちよかったです続いてはハイライトから7月13日に配信になる「ピーナッツバターズ」の「スーパーハイパー忍者集見」ですが。 ピーナッツバターズ西原くんからメッセージが届いているのでまずは聞いてみましょう。はい、遠藤さささん、んんふみ UKP ラジオをお聞きのの皆さんお久しぶりでですすピーーナッツバターズの西原です前回 UKP ラジオに出演させていただいた時は34回目だったと思うんですが気がつけば今回で1 0 0回目ということでとても素晴らしいですね。僕もレギュラーメンバーになれるよう頑張りたいと思います。僕は最近 えっと、レコーディングが落ち着いてライブの練習や新曲を作ったりして過ごしていますそしてピーナッツバターズは8月31日にデジタル EP の e p ナッツをリリースします EP とピーナッツを合体させて e p ナッツというタイトルにしましたその中の収録曲から2日後の7月13日にスーパーハイパー忍者 n i n j をリリースします 今回の作品は僕が音楽を聴き始めるきっかけとなったエッジなどの90年代のオルタナティブロックを意識して作りました e p ナッツの配信までスーパーハイパー忍者手裏剣をぜひ聴いていただけたらと思います遠藤さん、ふみさんもぜひ聴いてくださいまたお会いできることを楽しみにしていますピーナッツバターズの西原でした西原くんしゃべってましたね 僕、この間ヘルシンキのワンマンの時に西原君が会いましたよ本当で来て楽しんでらっしゃ楽しんでらってふ普段会うとねなんかねものすごい喋ない喋らないすごい喋んないって会話が全く続かないんだけどコメントだと頑張って喋るんだなっていうことが立ち話に向かない男なんですけど雑談力みたいなやつですか ちなみに遠藤さんは前「雑談力があまりない」って言ってたじゃないですか。でも西原君よりはあると思う <laughs> <laughs> と思うぐらいに、はいね、あまりこう饒舌なタイプの方ではないですもんねでもまあ多分、はい、一生懸命、うん、まあ覚えたのか書いてあったのか分かんないですけどこう,う読み上げる感がすごいそうです、ねはい、なんか父へ向けて母へ向けての手紙のような、はい、もしくはあのおしゃれ関係の 後ろでコバさんのアコーディオンが流れる手紙を送るみたいなはいはい、はい、レギュラーになれるようにって本当かよみたいな <laughs> 本当に思ってるよ本当に思ってる <laughs> でも本当聞きました聞きましたあのこの曲でね「うん、スーパーハイパー忍者手裏剣」って、はい、えっと彼にとって一番最初ぐらいに作った曲で、うん、その曲を僕聴いて僕らスタッフがみんな好きになったんですようん、うん、でそこから始まってるんで、うん、で今回、えー、とメンバー ボーカルの人新しくなって、うん、でこの機会にもう一回あれを今の「ピーナッツバターズ」で作ったらどうなるのっていう感じで作ってみてやっぱすご,いすごい楽しい曲にな,、うん、なってなんか独特の何て言うかな、うん、メロディーが歌詞に乗っていく、うん、逆か <laughs>。 いいの歌詞がメロディーに乗っいいあーあそうそうそう,そう、うん、あのなんなんていうか跳ねた感じがねすごいかわいい曲なんで、うん、ぜひ聴いてくださいですね、はい、でもなんかこのこのタイトルと歌詞のリンクが私あんまり想像出なくて聴いてみてちょっとびっくりしてなんかちょっと切ないこと歌ってないみたいな <laughs> そんな印象もありましたそうですね,ねあれこれもう完全リテイクで結構ガラッと変わってるんですか、うん、打ち込みの感じとか。 あの打ち込みというか演奏バックもうちょいデモっぽい感じだったんでんだいぶブラッシュアップされた印象ですけど、うん、なんか歌の感じの可愛い感じとかは変わってないなっていう感じがしますそうなんだ、はい、そうなんだいやいや楽しかったですはいぜひぜひ皆さんも聞いてくださいはいえー、そして続いてはこちらも十三日のリリースダイザーレコーズからアートスクールのジャストキッズ EP 100回記念会に出演し元気な姿を見せてくれたリッキー木下力さんですがそうですね最近はですね、はいえー、精力的に取材とかの場にもですね、うん、顔を出してですねですねややくたびれた風も出してますけど <laughs> そうなんですか、はい、あれですねでも100回目の時はまだこの,この話そこまでね聞いてない状態でこう、うん、あったので改めて聞いてまああのなん,なんていうか、うん ものすごいアートスクールっぽい曲だなっていう気はしましたしね、うん、なんかそうですねなんか聴いてちょっとホッ<れ>とするというか、うん、ああ力だなっていうそう、うん、あとでもまあ演奏陣は相変わらずストロングだけど、うん、やっぱあの木下の歌歌はなんかだいぶ張りがあるっていうかいい感じの木下ボーカルだったんで、うん、そこはねなんかみんなあの をなんかお帰り以上のものを感じてくれるような気がしますね。うん、うん、それはなんかわかります。はい、そのハリ。うん。うん、あまりあまり木下さん興味ない人はまあこんなもんだよねっていうかもしれないけど、<laughs> 僕たちは興味あるんで、<laughs> <laughs> はい。はい。だいぶだいぶなんかあの声、あの,声、うん、あのすっごい戻ってきたなっていうか戻ってきたなっていうそうな。 一番いいんじゃないかなみたいなコンディションとしては、うん、そんな気がしましたなんかうっすら生命力も感じました続いて「ハムステルダムレコード」から、えー、7月13日にリリースになるヘルシンキーラムダクラブの6曲入りのミニアルバム「うん、ハローマイダークナス」なんですが、うんえー、先行で以前このコーナーでもご紹介したカオさんと、はいえー、ミステリートレイン フィートウェズ・アトラスが配信になってます、うんえー、ミニラワについてヘルシンキラムダクラブからメッセージが届いているので聞いてみましょう、はい、遠藤さんふみさん UKP ラジオをお聞きの皆さんお久しぶりですヘルシンキラムダクラブですギターの熊谷大樹とまさかのギターからの <laughs> <laughs> ボーカルギター橋本薫と 元気いいいっぱいベース稲葉ですお,<ー>おー庭感出してる <laughs> いや,いやもう庭ですよ。出してまいうわけで僕らね何度か出して紹介とかも頂い,いてるんでね最近はまあ,あの東米藩ワンマンツアーとかね、うん、やってたりしてなかなかバタバタした時間を過ごしてましたけど、うん、最近なんか面白いこととかあった前よく行く飲み屋がって飲んでたらまたまたま遠藤さんがいて<ー>そうで遠藤さんに会ってまあ夏とか。

か言われましたまそんな感じのねます我々 <laughs> <laughs>、ね、7月13日にミニアルバム「ハローマイダークネスをリリースします全部で6曲入ってますねでまあなんかコンセプトとしてはこう、うん、夢から現実へ変わっていく時間、うん、ま,あまた現実から夢に戻っていくみたいな、うん、こう夢と現実の工作みたいなのがまあ 内容としてはねコンセプトにありますけれどもこのアルバムのストーリーとかなんか聴きどころとかいろいろありますかまあでも結構その通してめっちゃ聴きたくなる6曲になったっていう何、うんうんうんね、か繰り返して聴きたいしね、うん、あと結構音像的にはまあ本当いろいろやってるけど結構今回どれも。 イギリスの、まあ、新旧問わずイギリスの音楽からのインスパイアすごい多い気がして、まあ、古いところだとジョイ・ディビジョンとかはもやってるし、まあ、最近のだと村政とかスロータイとかね、まあ、そういういロック以外の部分の文脈とかも結構出ててやっぱちょっと、U、イギリス UK チックな音像にはなってるんでそういうの好きな人とかにもぜひ聴いてほしいなと思ったりしてますね。インナバはどうですか そそ、れこアルバム通してって話しましたけどサブスクだからいろんなプレイリストでパって聴けちゃうけどせっかくなら1曲目から順繰りでアルバムで聴いてほしいなっていうのは本本当当にに思う個々の曲も好きだけどやっぱ通して聴くのがすごいいいアルバムだなって感じはあるのでぜひちょっとお時間頂ければと思います。 ちなみにカオさん配信の際、f u さんがイギリスの匂いがするブロックパーティーみたいな、ああ、まティーとかの、当時のポストパンクみたいな感じもあるし、でもやっぱ最近、さ俺ら好きなビンキとかさ、バカルとかそういう、あれもやっぱブロックパーティーっぽい匂いがする結構そういう影響はマジで出てますね。というわけで、ねぜひ皆さん、ミニアルバム、HelloMyDarkness さいてください。 なんか固有名詞が多くて俺知ってんだよみたいなちょっっと感じぶるかったです、ね、<laughs> そういうコメントだ <laughs> <laughs> 俺詳しいけどみたいないやいいじゃないですか <laughs> あとね、うん、あとその、うん、配信とかあるけどやっぱり「塊で聴いてください」っていうのが、うん、なんていうかなちょっと昔かたぎのバンドっぽくて <laughs>、はい、<laughs> よかったなってとてもいいと思います、はい、でそうですねあのさっきも言,っ言,っ言いましたけど東京はキネマグラブワンも最後でやってて、うん、見に行って あのこのアルバムの曲たちもね、うん、結構やっててさっき音像みたいな話がありましたけど、はい、ライブでもねめっちゃかっこよくて本当なんかあライブかっこいいなって、まあ、CD とともに思いましたうん、うん、あとちょやっぱ稲葉がますます気持ち悪くなってて <laughs> 元気いっぱいんか <laughs>、はい、それも印象に残りました。 ライブではかっこいいんですか。え、ライブかっこいいっす。よ稲葉んも。いや、違います。気持ち悪い。ですそれもチャームポイントなんでしょうか。はい。でも、あれだよね。やっぱ、その、さっきの話に戻るけど。その、リアルタイムで、あの、今。今、好きなものと、それから。 80年代とか90年代の好きなものっていうのが、うん、彼らの中でなんかよく昇華されてて、うん、そのさ作品もライブもすごい今いい感じなんで両方とも楽しんでもらいたいと思いますようん、うん、確かに時代はいろいろだけどなんかごちゃってした感じはしなくてちゃんとこうまとまってる印象はありますねうん、うん、すごいその世界観が気持ちいいです聞いててそして7月13日にはアレクサンドルスのニューアルバム バッドウェイトキャッツをリリースします。はい。これはベストアラブのリリースなどを経てですね、四、うん、年ぶりのアルバムですね。うんえー、この前前回あのロッキンオン社の小柳さん来てくれた時きにも話してましたが、はい。すごいロックなロックな一枚っていうか、うん、あのなんだろう。今2020年代のフィジ、うん、フィジカルなロックっていう感じがしますけどね。うん,んかうん。なんか1900 80年代ぐらいのフィジカルっていうとちょ,ちょっとなんかこうマッチョ感出るじゃないですか <laughs> そうだね、うん、もうちょっと軽やかな感じ今のなんか強いロックな感じが出てますねなるほどリリースしてすぐですね7月の16日、うん、札幌からツアースタートしてます、うん、もうもうなんかですね結構な箇所もあるんでうん、うん、チャンスがある方ぜひ見てくださいやっぱアレキサンドロスのライブはですね単純になんか 男っぽくてかっこいいっていう感じですよね。うん、なんかうん、うん、なんだろう、うん、シンプルなかっこよさを追求してるんで、うん、なんか面白いなと思って。うんうん、はい、シンプルにかっこいいってのがわかるね。はいはい。い本当新曲もライブで聴けるの楽しみですね。はいはい。年内いっぱいツアーやるんだ。すごい長い。うん、もう、うん、もう12月まで 弾き,きっぱなしって言ったんだけどすごいいっぱいやるんで楽しみにしていてください。ということで、えー、と6月7月と、えー、リリースしたものをお届けしたんですけれども Spotify、はい、の「スポティファイのミュージックアンドトークは」は、えー、7月13日から配信します他は、えー、いつも通り、はいはい、本日から聞けるので。のの日です、ね、ナイサの日でですすね、はい なんすかそれ <laughs> ん。よくわかんない。<laughs> <laughs> 声がちっちゃくなった何。何もないさとかね。そうね。中あんじゃんいろいろ。うん、あるね。ないさ。ないさ、<うん S 1> はい。U K P ラジオ。 さてさてねポリシックスはですね今25周年ツアー中で8公演すでに終わってますねはい、はい、記念ツアーやっておりますつまりあと17公演あるんですね、うん、そうなんです、はい、調子はどうですかいい感じですよなかなかでもあの新曲舞公演、はい、一新曲やってるんですけど、はい、なかなか大変で、はい、これがいったもののなるほどはいなんかでもねいいですねそれ,それってやっぱ、うん、バレるのかななんかバレるとはうんうん 失敗いやえっとなんか、うん、おととい全々回やった曲まだできてないから今回や,やっちゃおうぜ新曲のふりして <laughs> <laughs> 昨今 SNS ありますからね <laughs> かバレるでしょなるほど、ね、すぐそうですよお客さんもそんなもうそう分かりますから、うん、そうかそうでもい,いいですよその毎回こんなに毎回新曲をやるなんてないじゃないですかはいはいはい。うん いいいや、いい緊張感もありますしその中でねこうだんだんライブをやってってツアーの体になっていく感じみたいなのもありますし両方いいバランスでやてますツアーの体になっていくんですねあるんですよえ足がタイヤになるとかそういうことですかそうですねメーターがついたりとかオービスがついたりとかオービスはつかないか <laughs> ならないです 背中がパカッと開いてトランクになったりするね、ツアーの体。便利ですよね。なんで。なんで車なんだろうね。新幹線でもいいじゃん。飛行機でも。飛行機でもいい。そういう意味じゃないですからね。はい。遠藤さんは最近いかがですか。えっとね。暑くなりましたね。なった。そいで、なんかね、難しいな。その、ま、窓開けて寝るのも。窓開けて寝る方が気持ちいいんだけど。うん。 ななんかかちちょょっっとと嫌じゃないですかちょっとね東京だし心もとないで、ま、窓,窓閉めてるとエアコンつけるじゃないですか、うん、でちょっと寒すぎるのにねちょっと中間がなくて、ねうん、その中間を探してるうちに朝になったりするんですよね, <laughs> ね探しすぎじゃないですか <laughs> で若干こう寝不足なんだよね最近そっか、はい、それちょっとやだね エアコンさなんか、うん、なんかなんか大変みたいよねなんか修理,修理とかねあ,<ー>あとあと半導体で店舗にもないんですよね在庫がそうそう,そう,そうだから取り寄せても夏終わっちゃうぐらいにエアコンっちっとそうなのよ、ね、なんかねう、ね、ちのそんな古くないけどそんな新しくもないからちょっと怖いですねヒヤヒヤしながら、ねうん、でもさっき言ってたあの窓開けうん 朝私窓ばって開けるんですけどゴーヤー前植えたって話し話ました最近花が咲いて<ー>めっちゃいい匂いなんですよね朝<ー>すごい優雅な気分で起きれてますなんか夏っぽくていいっすよね、はいはい、遠藤さんも私もね夏あんま得意じゃない方でしょきっといや得意じゃないっすねだ <laughs> だよよ、ね、どう考えてもねだよね,だよね、はい さもお互い体調管理、そして皆さんもねしっかり体調管理しつつ、楽しい夏をお過ごしください。はい,はい、えー、番組の感想もお待ちしております。ハッシュタグ ukp ラジオをつけてつぶやいてください。はい、というところで、え、はい、嘘つき武田くんより追加情報が。 今届きましたペルセウスとアンドロメダでは、うん、ノイマンの M149 に負けました、うん、と自作マイクは使っていないそうですなるほど,なるほど新しい目標ができて喜んでると伝えてくださいとのことですなるほどやっぱノイマン強いということですねノイマン先生強いですね大先生でしたねはい。本当、はい、じゃあ自作マイクでの、えー、ボーカル通りも楽しみにしております <laughs> はい。はい えー、ということで、えー、UKP ラジオのツイッターアカウントもありますすごいとこでぶっこんじゃったぜひこちらのフォームをフォローお願いいたしますそして UKP ラジオのメッセージフォームも開設しておりますのでぜひこちらでもご意見ご感想お聞かせください UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一とポリシックスふみがお送りしました